先輩が突然倒れて意識が戻りません。なんだと？精密検査の結果どこにも異常は見当たりませんでした。一体どういうことだね。ありがとうございます。俺は藤丸律香。ものすごく鮮明な寝言。もしかしてまた夢の中でどこか行っちゃってるやつ。こちらから過剰はできないのかね。うん、無理かもだ。先輩バイタル不安定。ひどい油汗が。まさか夢の中で負傷を。あ、はい、おいしいです。なんか違うっぽい。おそらく一人で平行世界などに放り出された後、現地の協力者に保護され食事を振る舞ってもらったはいいが、これが恐ろしくまずい、そんなところだろう。そんな淡々と仮説立てるようなこと。うわっ、ああ、いや、ユニークな味でいいと思います。さっきから何を食べさせられているんだね。起きたら美味しいもの食べさせてあげなよ、ゴルドルフ君。まあ、そうだな。うっちゃい、ヒシュラパス。え？嘘、違う、そんなはずは。あ、バじゃなくてブラか。通りで検索に引っかからないわけだよ。今度は何やってんの。あ、新社長、先輩の枕元に聖杯が。なんで。あ、先輩、よかった。どこか具合の悪いところは大丈夫？一体、何があったのかね。忘れました。シルエットクイズ。このシルエットは何でしょう。あれかな、それともこれかな。正解はこちら。わかったかな。次回もお楽しみに。全然わからない。